と。こんにちは。はい、ゆたかさん。まあね、3年生振り返るよな。そうですよ。この前、佐々木朗希が完全試合やったんで、はい。もうすっかり3年生を振り返るっていうのを忘れてまして、はい。申し訳ありませんでした。舞い上がってしまいました。そうだな。なんかもう取ったような雰囲気で、になっちゃって、はい。はい。まあ、今日またね、豊かな視点、はい、3連戦を振り返るということで、うん、まあ、ちょっとやっていきたいと思いますが、はい、まあ、猫もだん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 増えている、ね、これは何の猫かというと、まあ、阪神ちょっと後ろ向きかなっていうね、まあ、そんな感じで、はい、まあ、これは俺が書いてるんじゃなくて、まあ、女房が書いてるという、そうです、ね、猫です、まあ、問い合わせがあったんで誰が書いてんだっていうね、はい、はい、すいません、いえいえ、はい、はい、ということで、セリーグをね、まずちょっと振り返ってみたいと思うんですが、はい、今回はこのような結果で、はい、巨人、DeNA、ヤクルト、広島は2試合だったということですね、うん、そうだね、はいはい、まず巨人、DeNA、はい、ね、まあ、巨人が、うん、初めて沖縄で公式戦をね、うん、まあ、キャンプ地で開いたということで、はい、まあ、連勝ということで、沖縄シリーズ終わったんだけども、はい、まあ、その中で岡本が休んでるのに、うん、やっぱそれを感じさせない、うん、そういう打撃がね、まあ、光ったという、はい、で、まあ、その中でもやっぱ丸が調子がいいね、うん、で丸がやっぱ調子がいいとその打線に厚みが出るし、はい、で効果的なホームランも出てるしね、うん、で非常にいい状態で、巨人は進んでるかなという、はい、で戸郷も、まあ、ナイスピッチングだったし、うん、メルセデスというのもね、はい、いいピッチングをしたということで、はい、まあ、その中でもその追い上げていった中で DeNA が、まあ、2戦目だったかな、はい、大勢がやっぱり勢いを止めるね、完全に、まあ、桑原と大勢というセットで8回9回って投げるんだけども、はい、まあ、小原もいいし体勢も迫力あるね、うん、だから今のうちはなんかそういう若手とか、そういうピッチングスタッフがね、まあ、守りの部分では締めるし、はい、で打つ方では丸とかね、うん、まあ、そういう人がいいね、でポランコも、うん、打率は低いものの、はい、効果的なフォアボールだとかヒットだとか、うん、で選手が打つとなんか点に結びついていくっていうような、うん、まあ、そんな感じを受けた、まあ、2連戦だ。で DeNA の方は外が復帰してくれた、はい、やっとね、ようやく、その中でどういう状態かなと思ったら2試合ともマルチヒットを打って、はい、まあ、まあ健在ぶりというか、うん、あ、これからやってくれるなということは感じさせてくれた。まあ、それと梶原っていうのが上がってきたんだよね、うん、はい、で1番にいきなり抜擢されて初打席ホームラン打ったんだけど、はい、やっぱあの子はやっぱいいね、うん、足も速いし守備もうまいし、でバッティングも、まあ、1試合目は4本打ったんだけど2試合目は全然打てなかったという、うん、まあ、結果には終わったけども、はい、まあ、プロとしてのスタートをうまく切れたという、うん、まあ、これはコロナの影響のおかげというね、はい、そういう副産物もありながら、うん、まあ、ただやっぱ負けるとね、まあ、ちょっと、まあ、元気がないというかね、ちょっと懸念していたね、うん、こう離脱している選手も主力が多いので、まあ うん、それとまあ守備の破綻もあったんだよね、うん、ちょっとエラーしてそれが失点につながってというね、はい、まだまだやっぱこうコロナの影響で落ち着かないし、うん、まあ、外が帰ってきたということで一つのプラス材料ではあるけども、はい、まだ本当の戦力が整ってないというね、うん、まあ、苦しさが現れた2連戦だったかな、はい、まあ、はい、少しずつね練習にも合流してきたとかっていうニュースもあるのでね、うん、少しずつ ね、まあ、まあ、ね整っていくといいですね、はいはいはい、でヤクルト広島、はい、まあ、一緒いっぱい、うん、まあ、ヤクルトの方は、うん、ちょっと苦しいね、まあ、ただ一緒の中で良かったのはやっぱ長岡というね、はい、若い選手が、うん、まあ、タイムリー打ったりだとか、うん、まあ、オスナーが打ったりだとか、はい、まあ、下位打線あそこは下位打線が充実してくると打線はつながってくるんだけども、はい、そういう1試合目はそういうタイムリーで、まあ、勝ったんだけどもね、はい、うん、だけど2試合目にはやっぱエラーが引き金になって、うん、ちょっと大量失点をしていくというね、はい、まあ、そういうところもあったんで、
まだまだなんかこう落ち着かないかなっていうようなね、うん、まあそんな感じがするよね。で広島の方は、はい、床田が安定してる、うん、今年床田は素晴らしいね。7種類ぐらい変化球を投げるというんだけども、はい、なんかすごくなんかこうその全球種が非常に効果的で、まあ、コントロールされてるというね、うん、まあ、そういうので一勝一敗に終わったんだけど、はい、まあ、その中で元気なのは菊池が元気であったりだとか、はい、まあ、相澤だったりだとか、うん、まあ、堂林、はい、こういうあたりが非常にいい活躍をして見せてるよね、うん、やっぱ去年、まあ、ヤクルトが優勝したのはやっぱ6番に中村を入れたキャッチャーのね、はい、うん、まあ、それが何でもできた、そういうところで打線のつながりを見せたんだけど、うん、広島は誰が今6番を打ってるかというと相澤、はい、この相澤がねやっぱバッティングはいいし勝負強いし、うん、でチームで打点王かな今のところね、はい、で細かいこともできるしエンドランもできるしっていうことで、うんうん、いけば、まあ、ヤクルトのなんか打線にいい時の打線にねなんかすごく似てるような、うん、まあ、そんな感じの充実ぶりを見せてるよね、うん、まあ、それとやっぱり犠打をよく使うんだけど、はい、その犠打が得点に結びついてるという、うん、だから笹岡監督が、まあ、ピッチャーの監督だとバントをやって簡単にアウトを上げるっていうのを嫌うんだけどピッチャーの監督って、はい、だからそれはあえてやりながら追加点を取っていくというね、うん、だから、まあ、バントをやる効果、まあ、それに応えられるだけの打線の調子の良さ、うん、まあ、そういうものがあるよね。だから広島はこれからもっとなんか上を狙っていけそうな、まあ、そんな感じがする。もうこれはシーズン始まる前には予想がつかなかったつかなかったなことですかね。つかなかったな。ただ不安点は、はい、やっぱ中崎がちょっと不安定なのと栗林がちょっと昨年よりはちょっと落ちてるね、うん、なるほど。だからここら辺の8回9回を任されるピッチャーが崩れる可能性があることも少し分かった、うん、なるほど、うん、だからちょっとそこら辺の危機管理をしとかないと、うん、やっぱそこら辺でゲームを失ってくるとチームの勢いっていうのはなくなってくるから、はい、まあ、この2連戦で分かったことはそういうことなんで、うん、少し危機管理を持っといた方がいいかも、はい、まあ、でもチーム全体的にはやっぱこう野球やってる雰囲気は広島すごい素晴らしく、はい、なるほど、はいはい、で中日阪神、はい、中日が3連勝、まあ、都合4連勝してるわけだけども、うん、まあ、どの試合も僅差なんだよね、うん、阪神も頑張ってるっちゃ頑張ってる、はい、ね、でも中日はやっぱ打て出したね、うん、うん、課題と言っていた打撃がそうだね、上がってきたということで、そうそう、はい、だからまあ 1,2 番もいいし、うん、まあ、3番にちょっと困ってるんだよね、うん、いろんな選手がいるけども、はい、3番に少し困ってる、うん、で4番にビシエドいるんだけどビシエドがいまいち調子悪い、うん、だから接戦になってると思うんだけどその後阿部とか木下とか、うん、まあ、石川もいいところで打ち出したね、はい、だからそういう意味では3番4番が、まあ、高橋周平が帰ってきそうだなんだよね、うん、ファームでもうゲームに出るっていうぐらいはい、まあ、回復をしてきてるという、うん、だから3番が決まって4番が決まったら、まあ、接戦よりは楽に勝っていけるようになってくるよね、うん、ただやっぱ投手陣はやっぱ大野が投げ勝野が投げ柳が投げるとやっぱり強いなっていう、うん、点を取れば強いなっていうねそういう印象を受けた、はい、まあ、大島もよく頑張ってるしね、うん、36歳かなあいつ俺が辞める年だったんだよね、うん、いやよく頑張ってる今首位打者かなんかだと思うんだけども、はい、よく頑張ってるよね。まあそれで3連勝した。はい。で一方阪神ちょっと心配です。1勝のまま1勝15敗1分け17試合戦って、1勝しかできてないという、はい、これは歴代ワーストワーストだよね。なってしまいましたね。でも17戦やって1勝しかできてないというのは、うん、ちょっと歴史上ね類を見ないというかさ、これは何か問題があるんですかね。ただね、うん、戦い方を見てるとね、うん、例えば大島が延長になってサヨナラヒットを打つシーンなんだけども、はい、ツーナッシングを追い込んでんだよね、うん、はい。でフォークボールで追い込んでて3球目もフォークボールなのよ、うん、でもね本当に慎重に行くんであれば
大島クラスのバッターにやっぱ甘いフォークは打たれるよ。うん、うん、で追い込んでるのに見せ球も何にも使わずにいきなりフォークっていうのはそれは ないかありかっていうとありなんだよ、うん、ありなんだけどもやっぱりより慎重にさもっと投げることができないといけないということで昨日でもあったんだけど岡林がバントしたのかなそれをセカンドに投げようか迷ってファーストもセーフになっちゃったんだよ、うん、だからねチーム全体が迷いが出てる、まあ、それを証拠に佐藤を2番に入れたりだとか、ね、今年ずっと4番を打たしてたのに2番に入れたりだとか、はい、やっぱねもう迷い出してこれは堂々巡りしかないこれは一旦開き直って、うん、いやだからした方がいいってことでしょうか、うん、だからね、まあ、勝つには、うんまあ明日今日かも青柳が投げるけども、はい、完封するかもう大量点を取るかもうそれしかねやっぱ流れを変えることはできないと思うだからその一勝も西が完封したりとかしてたでしょ、うんはい、だからもうピッチャーがとにかく点をやらないということだよねうんもうそれしかねやっぱ抜ける道はない流れを変える道はだから阪神はもう本当にね行き詰まってると思うよもうそんこう試行錯誤を繰り返すよりっていうことですかよりやっぱねじっと、ね、我慢しといた方がいいと思 う, うんもうそれしかないと思うよはい、うん、俺が気になるのはやっぱ佐藤のバンダナを巻いてヘルメットをかぶってるいらないと思うんだよねまあまあなんかもうちょっと違うところに気、うん、を向けましょうっていうところですかまあね佐藤はスターになっていかなきゃいけない選手だからさうん歴代のスターってやっぱりよりシンプルにそうですね、うん、プレーをやってたからね、はいまあ、そういうところもあとはね矢野ガッツしてもいいと思う点を取った時に、はい、やっぱりね矢野監督の顔がね、うん、もう本当に沈んでる、うんまあ、そうなってくるとやっぱりチーム全体が沈んでるように見えるし、うん、やっぱり沈んでるよね実際の話、はい、だから悪くてもその試合まだ負けてないんだから、うん出て行って点を取った時矢野ガッツでも してもいいと思うよ今、うんうんうんね、だからまあ阪神で外国人大丈夫って書いてあるのはやっぱ阪神のその低迷ぶりがものすごく気になるしね、うん、だからもっとやっぱこうまあセ・リーグというのは巨人阪神がね中心に盛り上がると、うん、やっぱこうリーグ全体が盛り上がるという、はい、だから阪神が低迷してるようではやっぱダメだし多くファンを抱えてるね、うん、チームだけにファンを悲しませないようにしないとまあやっぱりこう勝つことが一番だとは思うんですけど、うん、やっぱチームの雰囲気がそれでもいいとそうそうやっぱファンもよしよしってついていこうかなってなると思うんですけど、まあ、そうだね、まあ、そういうところもあるよね、うん、だから阪神ファンって負けても可愛いんだって、うん、ね、いう人が多くて、はい、だけどやっぱ負け方も、うん表情もやってる姿も今良くない、うん、だからやっぱこうみんなで立て直さないと、うん、誰かがやるだろうじゃなくてみんなが立て直さないとダメ、うんね、で次に外国人大丈夫みたいなはいこれは、まあ、DeNA のオースティンがそうですねアメリカに帰ったヤクルトのサンタナが帰っちゃった、ね、やっぱね外国人の力っていうのはすごく頼るところがあって、うんこれやっぱり簡単に返してていいのかなっていうふうに思うんだよねしかもこのタイミングでなければいけなかったっていうところがあったんですかね、うん、もう開幕してすぐだから日本の医療だってさ日本で十分管理できるだけの医療技術もあるし、うん、まあ言葉が通じないやっぱ環境が違うから不安だっていうことはあるにしても、うん、やっぱりそこには主治医もいるしさ私もう、こう日本のチームにこう所属してる以上は、うんまあ、そこはある程度信頼してもらって日本にいてもらう方が、まあまあ、そうだねチーム的にはね、うん、いいですねチーム的には安心できるし、うん、やっぱり状況が把握できるから、うん、だからその方が安心感あるんだろうけどもねただまあねやっぱこう違う国から来てるとさ、まあ家族の顔を持っていうねそういう昇進の時には、ね、っていうのは思って、まあ、返してるんだというふうには思うけども、まあ、早く復帰しないとやっぱこのオースティン
サンタナっていうのはすごくチームにとって重要な人間だからね、うん、まあ早く帰って、来てほしいというふうに思います。はい、はい、でセリーグでした。はい、はい、続いてねパリーグなんだけども、はい、パリーグはやっぱり2連戦だったんだよね。そうですね、まあ、ソフトバンクのとロッテの方はあの移動があったんで長崎からの、はい、だから火曜日にやって水曜日休んで今日昨日だったんだよね、木曜日だったんだよ、はい、まずは西武で日本ハムから、はい、その前に楽天オリックスはもう中止になってしまっているので、コロナの影響がここで出てきますね。楽天は特にそのコロナの影響を受けてるね。うん、自分ところもなったし、で他もあれして中止になったという、これ日程的にはこう後半詰まってくるよ、またこれね。そうですね、うん、だからもう本当に出さないように、自分のところは出さないようにしておかないとね、うん、まあ、まあ気をつけるって言って気をつけてると思うんだけどね、うん、だからまあまあ、 あの楽天が調子がいいだけに、まあ、日程的に苦しむっていうのは大変なことになるしね。そうですね、うん、だからまあコロナには気をつけてほしいというふうに思います。はい、はい、そして、ま、うん、西武と日本ハム、はい、やっぱ西武は山川森がいないとどうしてもやっぱこう打てない、うん、でその中でこう日本ハムが先勝したんだよね。そうなんですね、初めてカード勝ち越しかみたいなちょっとあのざわついたんだけどさ、そうですね、まあ、結局2試合目に負けるという、うん、ね、でその中でやっぱこう西武の山川森、うん、この穴を埋めるのはオグレディ、うん、はい、まあ、外国人、下に書いてあるキーパーソンということで、そうそうそう、キーパーソンはあの選手だっていうのは西武の場合はあのオグレディ、はい、やっぱ外国人、3番に入れたんだよねその試合、うん、普通ずっと2番を打たしてたんだけど、はい、3番に入れて、ポイントゲッターにしたらやっぱそれが非常に当たったというね、うんうん、西武が、まあ、1勝1敗にしたんだけども、はい、まだまだやっぱ苦しいよ、うん、苦しい、これはあのまあ隅田も佐藤も、うん、いい新人なんだけど、はい、やっぱ打ってくれて勝たせてあげないとさ、うん、あの非常に苦しいと思うよね、はい、で日本ハム、はい、日本ハムの方は徐々には落ち着いてきてる、うん、うん、まあその中であの石井っていう、はい、ショートかな、うん、守ってる選手がホームランを打ったりだとか、うん、非常にうまい打ち方でセンター前を打って決勝点を上げるとか追加点を上げるとか、はい、まあ、そういう活躍をね、見せてくれてるんだけども、ただやっぱり打順でも、うん、4番でも外国人を使ったり使わなかったりだとか、まあ、近藤をいろんな打順を打たせてたりだとか、うん、まだちょっと落ち着かないんだよね。だからそこら辺落ち着いてきたら徐々に戦えるようには俺はなってくると思う。うん、うん、あれ最初の開幕してから、うん、最初はもうもっともっとこういろいろとこう手が加えられてるというか、ね、そういったところよりは一つこう次の段階に入った感じですか。あ、だと思うよ、うん、少しずつだけども落ち着いてきた。で新庄監督がこういう選手を使おうっていうことがある程度選別されてきてるかなっていう、うん、そんな感じがする。なるほど。だから落ち着いてからだろうね、日本は勝負に出てくるのはね。スタートしてからの今までっていうのはこう選手の実戦でどういったことが起こるかっていうのを見極めてたというような期間ですね。まあ、力量とか適性だとか、うん、そういうのを見てたのかなっていうような気がするよね。はい、だからもうちょっとかな、時間がかかるのかな。はい、はいはい、そしてソフトバンクロッテ、はい、さすがです千賀、はい、調子悪いなりに抑えたという、はい、ただやっぱずっと点が取れなくて、うん、やっぱり柳田栗原が抜けた穴っていうのは怪我でね、はい、非常に大きく、まあ、成績にも響いてきてるんだけども、はい、まあ、ここで書いてあるキーパーソンはあの選手だ。昨日野村という選手がルーキーなんだけど、うん、はい、まあ、活躍したんだよね。うん、で三塁打を打ち、はい、まあ、タイムリーヒットで帰ってくる、うん、まあ、ランナーサードに行って外野フライでも1点っていうような場面だったんだけど、はい、やっぱタイムリーも打ちやすいよね。うん、うん、だからそういう演出もできたし、まあ、チャンスで出た時に、内野ゴロでホームに帰ってくる、はい、その足も素晴らしかったし、うんうん、まあ、もちろん千賀の好投もあったんだけども、まあ、そういう柳田だとかあの栗原をねの穴を埋めるのはやっぱ野村とか、うん、
そういう選手はすごい、ね、いいなっていうふうに感じた。じゃあもうこうね、ピンチの時には誰かが穴を埋めてくれる選手が出てくるっていうのはすごく大きい、こうキーパーソンですよね。まあキーパーソンだね。だからまあ野村がいい活躍をしたから、これを続けてほしいなっていうふうに思うよね、うん、はい。やっぱこう栗原とか柳田とか、やっぱ長打が打てたりだとか、まあ本当にポイントになる選手たちだったんだけども、はい、だから野村っていうのもパンチ力があるし、うん、特に足が速いよね、うん、だからその長打に代わる武器は足ということでいけば、野村っていうのは適任かもわからないよね、うんうん、そうですね、うん、で、ロッテ、はい、ロッテの方は西野というのがね、はい、勝投手になったんだね、ロメロの後にね、うん、投げてね。だからこれは嬉しい一つの、うん、まあ、ニュースにはなったんだけども、うん、はい、ただその昨日気になったのはさ、やっぱ初回高部が出て、はい、藤原に送りバントを命じたんだよね、うん、これはやっぱ二木と千賀の投げ合いで1点差勝負っていうのが予想される、うん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 、で井口監督もやっぱそういう采配を振るった、うん、そこでやっぱ動けないんだよね、うん、できないんだよね、うん、で高部を走らしておいて、進塁打でワンアウトサードというのは作れたんだけど、はい、ロッテというのはやっぱ今年本当に戦力が整ってるよ、はい、まあ、ピッチャーで言えば佐々木朗希がいる、うん、ね、柱がいる、はい、で打線も非常にいい流れを持ってる、はい、打線の組み方をしてる。その中でやっぱり広島が犠打で非常に得点力をアップしているように、うん、はい、やっぱりピッチャーとの兼ね合いで送りバントっていうのは絶対必要になってくると思うんだよね、うんうんうん、でロッテっていうのはマークされてるチームだと思うんだよ、はい、他の5球団からね、はい、ってなるとやっぱりいいピッチャーがを持ってこられる確率が高くなる、うんうんうん、そうなってくるとやっぱり送りバントは広島がねやるように送りバントっていうのは必須なんだよね、うん、だからそこら辺でやっぱきっちり決めて流れを作らないとさ、やっぱどうしても後手に回るとやっぱりいいピッチャーの場合は苦しくなってくる。なるほど、うん、だから全体的な戦い方っていうのは素晴らしい戦い方してるし、まあ佐々木朗希が完全にあるとか、はい、松川がいいとか、そうです ね、ここの一戦目勝った時には、まあ、山口っていうのがちょっと悪かったんだけど、やっと打って打点を上げてみたいな、うんうんうん、そういう活躍ができてる。だから非常にいい感じではいってるんだけど、やっぱり優勝を狙うんであれば、はい、そういうことも大切にしてほしいなっていうふうに思うね。うん、でも一つ細かな、もう一つ細かなところの話になってくるってことですかね。まあそうだね。ただね、千賀は大したもんだね、やっぱりね、うん、主力のバッターがいない、だから絶対点はやれないっていうのをやっぱすごく意識してた、うんうん、だからすごく丁寧だったよね。だから悪いなりにゲームを作り0点に抑えたという、まあやっぱ千賀って大したピッチャーだなっていうふうに思うよね。うん、なるほど。まあ残念だったのはこの楽天とオリックスは中止という。そうです ね、まあキーパーソンはあの選手だ、っていうのは、ね、オグレディと野村、はい、うん、ね、この選手たちが、まあ、この3連戦は2連戦だったけどね。あ、そうですね、はい、結果的には2連戦だったけども埋めたという、うん、で次のカードは誰が埋めるのか、続いてオグレディと野村が埋めれるようであれば、はい、まあ、チームは少しずつ安定してくるよね、はい、というふうにしている間に怪我で離脱している人やコロナの方は早く復帰をして、そうだね、チームがどのように整っていくのかというのも、そうだね、はい、まあ、早くなんか全てのメンバーが揃ってそういうこうなんていうのがっぷり四つでの試合をまあ期待したいよね、うん、そうですね、はい、まあ、そういう3連戦2連戦でした。はい。